はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の関数の決定問題やっていきます。で、今回1問のみなんですが、まあね、一回動画を止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらってね、ちょっと厳しいなと思う方は、今から自分が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番、まずじゃないね、1番やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ今回の問題は、まあリミットを含めた、まあ方程式がね、与えられているので、それで AB、まあね、を求めていきましょうという問題です。で、まあ、いろんなタイプというか、まあ、あるんですけど、基本的な方針は全部一緒で、まず、左側、リミットかかってますよね。で、この、まあ、大事なのがね、そのリミットの分母、今、x ですよね。で、これは0になるじゃないですか。当然、x が0に近づくから。じゃあ、リミットかけたときに、分母が0に近づくんだったら、当然、分子も0に近づきますよねっていう。これもまあちょっと前にやりましたね、この知識。だから、入るかなっつうか、長くなりますけど。中括弧閉じが0になりますと。で、まずこっからいきます。先にやるのは。いいかな、分母が0になるんで、じゃ分子も0ですよと。で、どうやるかっていうと、今、この式の x は0に近づくんだから、x0 入れちゃって OK なんですよ。だからここルートの中身は、よって、ルート2なのね、ここね。で、マイナス、ここ0入っちゃうんで、b しか残んないから、マイナス b イコール0なんですよ。だから、まず b が、ルート2ってこれ速攻で出るんです。b に関しては。基本的にこういう、この、なんだ、1個、このやりとりをしたら、片方の文字は出てきますんで、これでまず OK。で、片方の文字が出たら、そいつを元々の式に戻して、もう片方求めていきましょうが流れになります。いいかな？で、やっていきます。で、全部書くのちょっとめんどくさいので、今左辺だけ、ちょっと書き続けていきますね。左辺、イコール、もはやリミットの中身だけをちょっと書いていきたい気持ちもありますけど、まず代入しちゃいましょう。x 分の、ルート x、x2 乗プラス2マイナスカッコ ax こうかプラスルート2とこうなりました。で、この後何するかっていうと、このルートがちょっと邪魔なんですよね。そう、だからこのルートを消すために、まあ有理化みたいなことをしていきます。つまりこいつのプラスバージョンを分子と分母両方にかけていきます。ごめんね。で、ちょっとね、また一画のあれなので、書いちゃいますね、ここにね。x2 乗プラス2の足す、ax プラスルート2と。僕はちょっと板書が多いので、もしあったら 1.5 倍とかペース上げてね、まあ、パソコンの穴とかね、特に。それで見てみてください。で、こっちにも同じものをかけていきましょう。x2 乗プラス2、プラスの ax プラスルート2と。中括弧閉じ、こうなります。で、さっき書いちゃうか。まずじゃあ分子からいっちゃいましょうかね。で、分子公式使うと、まあ、今使ってるのはこれです。これが x2 乗マイナス y2 乗を使ってるので、今 x に当たるのがこの分、ルートのところ。で、ルートは2乗すればルートが外れるから、そのまま出てきます。x2 乗プラス2。まあ、カッコつけてもいいですけどね。で、マイナス y2 乗なんで、マイナス、こいつの2乗ね。カッコ ax プラス2。ルート2。で、これちょっと展開しちゃいましょう。a2 乗、x2 乗、プラス、2ルート2、ax のプラス2か。よいしょ、こうですね。で、じゃあ下の方はそのまま書いておきましょう。x2 乗、プラス2。よいしょ。こんな感じだね。で、分子まとめたいですね。もう一行いけるかな。ちょっと右下がりになってた、ごめんよ。もうね、もはや分母に関しては、点々って書きたいところもあるけど、入るか。ちょっとちっちゃい字で、x2 乗プラス2、プラスの ax プラス、こう。
で、分子なんですけど、ここがマイナス a2 乗、マイナス a2 乗 x2 乗になって、x2 乗でここでね、くくれるので、1マイナス a2 乗の x2 乗がまずなると。こいつとこいつね。で、2は2とマイナス2で消えます、こいつ。こいつこう消えるからね。で、マイナス配って残ったマイナス2ルート2 ax とこうなります。ギリ入ってんね。で、この後なんですけど、ちょっと消すね。今、分母と分子、まあ、分子2個分かれてますけど、項が。全体全部 x 含んでるんで、全部を x で割りましょうと。で、割ると、まあ、ここまで丁寧に書かなくてもいいんですけどね。まあ、一応。こうで、ax プラスルート2か。こうだね。ここの x と、ここの1個と、ここの x を切ってる。約分でね。だから、1マイナス a2 乗 x。で、マイナス2ルート 2a と、こうなります。まあ、やっとここまで来ましたと。で、ここまで来れば、x0 に持ってっても平気です。ここ全部 x 入ってる状態で、x0 代入しちゃうと、0分の0なんで、不定式になっちゃうんですよね。お前、不定形になっちゃうと。そう。だから、まずここまで来れば、残るからさ。で、x に0を代入することによって、ここがルート2。ここね、ルート2、プラス、ax は0で消えちゃうんだけど、ルート2が残ってるから、右側のルート2。分の、ここは x が0に入ることによって消えちゃうんだけど、ここが残ります。こう。で、これ、分母も2ルート2だから、結局、マイナス a なんだよね。そう、ここまで綺麗になると。で、今、左辺をずっとやってきたんですけど、もともとこいつがマイナス a になりましたと。イコール3でしょ？だから、よって、マイナス a が3なので、じゃあ a はマイナス3ですよねってことで a が出ました。だから、答えとしては a イコールマイナス3。そして b は最初に出しました。ルート2と。これで終了となります。まあ大体の問題集はこんな感じで解いてるんですけど、この辺見るとやる気なくすんですよね。あ、難しそうみたいな。でもやってることは実は有理化みたいなことしかやってないので、そう、ただただ書くのが大変だけどね。難しい技を使ってるわけではないんで、まあ、定期テストとか出てくる可能性もありますんで、ぜひね、出てきた時は、よっしゃってことでね、正解をしてもらえたらと思います。ではね、今回は1問だけだったんですが、今回この問題お送りさせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。